幼稚園の入園式の帰りに、まあそのグラウンドで実際に、まあ、先輩に当たる人たちがプレーしているのを見て始めたいと思いました。まあ、僕は兄の、まあ、友達がサッカーをやっていて、でも兄がちょっとやってみたいっていうので、兄がまず練習行ったんですけど、それで帰ってきたらまあ楽しいってことで、あんたもどないみたいな母から言われて、まあ、僕は初め嫌って言ったんですけど、まあ半ば強制的に、まあ、兄弟で一緒に始めました。仕事としてはボールシュート来たの止めるっていうのはまあ前提として、まあ、そこは誰にも負けたくないですし、その他にこうディフェンスの背後に出たボールとかスルーパスを相手に触られるより先に僕がクリアするとか、まあ、そういったスイーパー的な仕事もこう得意としているので、まあ、そこら辺はやっぱり見てほしいですね。まあ、僕はやっぱりヘディングが得意なので、まあ、攻守において、まあ、ディフェンスとは競り負けないということ で攻撃になってセットプレーになるとやっぱ点を取るってところを見てほしいですし、あとはもう1対1の強さってところを見てほしいと思います。後ろとりあえず最後絶対スライディングしてくれるんで、まあ、そこは本当にこいつすげえなって思うし、まあ、絶対避けないし、まあ、その辺がやっぱこう去年からこうやってて失点少なくなっている原因だと思うし、まあ、僕が守る範囲というのは本当狭くしてくれてるんで、本当に助かるところ、頼りになるところっていうのはそういうところです。決めるとしたら龍城でしょみたいなそこはまあ最近ありますよ、ね。まあ、本当に自信持ってやってるし、ヘディングまあ普通に考えて負けないでしょっていう感じで見てますね。まあ、俺が相手だったら絶対嫌な選手だし、まあ、そういう心強さっていうのはあります。マーク外されてやられたと思っても、まあ、前に出てきてくれて、まあ、さっき言ったみたいなスイーパー的な要素っていうかもう処理してくれるし、あとはまあそういうクロスボールとかもハイボールの処理とかもしっかり出てきてやってくれて、もうやられたと思った時でも止めてくれるので、まあ、すごく信頼しています。まあ、連戦最後しっかり勝って締めくくって、まあ、また次の試合につなげるように頑張ります。まあ、連戦の最後で、まあ、ホームでできるので、まあ、しっかりサポーターの声援を受けて勝ち点3をしっかり取って、まあ、締めくくりたいと思ってます。どうする？どうする？どうする？関西来てください。